やってきましたね。エガの衝撃。ここが F の11なんですね。ということで。どんな感じかなと思って来てみたんですけど、2面2線なんですね。で、結構、列車の発着が多いし、新品の自販機が、この辺りこう結構置いてあるところ多いんだな。で、やっぱデイジースポーツはあるんだ。ですけど、デイジースポーツ買っといてもいいけどな。面白いのが、改札こんなところにあるんですね。この距離感であるのは面白いですね。で、これは臨時改札機で、6時半から利用できる、らしいですけど、メインは向こうなんだ。おぉ。まあ、準拠が通過してきましたけど、そう、ここは実は準拠も止まらない、普通しか止まらないですね。で、どうしようかなと思ったら、次ね、行くなら、まあ、竹谷不動のこの21番のところに行かないといけねえということで、そうすると、一緒のことも河内町場とかで歩いて、こっから乗ったら、準急できるはずなんで、それで行こうかな。ちなみに、これなどだ。何がある吉村って0.6キロ。大塚国庫。西側、吉村って0.6キロ。普通の方角的には、出そうな感じかな。ここまでが違う。これで行こうかな。どうした?何下の何かあるのよ。ここから出てきたけど、なんか下になんかあるな。どうなってんだ。どうなってんのって。どういうこと。気になる気になる。高橋っていう駅も行ってみようかなと思うんですけど、諦めの人だ。解決しないといけない。バトルしないといけない。11ですから、JR を変えていくことがないですね。はい、すっげえな、なんだこれ。はい、高速中。車入れんのこれ。対向車ってなってるってことは。いや、きつくね。すげえな。音出んの。楽しいかな、また地下道がね。地下道があったら入りたくなっちゃいますからね。で、あそこからそれ乗ってね、行けるんだ。こっちスロープになってんじゃん。そう、対決をしていかないといけません。やってるねー。おはようございます。あ、こんにちは、あるじゃん。どこなんだ、今。山津高田線。あ、今ここなんだ。で、駅の北側、こっち側に、あ、結構いろいろと商店街みたいになってんだ。ここ抜けながら、こっちの方に部屋って行け。隣の駅なんてだっけ。あ、ありがとうございます。隣の駅の名前が何やったっけな。なんか指紋認証がうまくいかない最近。どこだったっけ。河内松原駅。歩いていく。ちょうどこの、いろいろとあるところを、スーッと行ったら、行けそうな感じみたいなんで、距離的にはちょっとあるけど、まあまあまあ、まだ朝の6時半ですからね。よし。こんなに飛びたくなら、ね、一瞬こうやって作る必要がないんですけどね。よいしょ。まあでもやっぱ散歩すると、さっきのね、あんな、謎のコッペパンとかね、素敵グルメにも巡り合いますからね。そう、まだコッペパン一つなんでね。言うて、そりゃ、
天気なんで書き忘れた、なんで書き忘れた、どうやって書いた、あれどんずきこれ、ただの住宅街、あれおかしいか、早速に気に迷うな、おはようございます、どんずきや、どっか出ちゃう、えあれよし、なるほどな。これ一枚プラッとして、次にどんどん使い乗り換えていくか。よし。ただの住宅街じゃんな、これ。え？どんつきやな。な？ん？あれまあどっかから出てるはずなんやろうけど、ただの住宅がいいやんな、朝一なんであんま大きな声出してもあるんですよ、いや目的の道がない、こんなとこ産業ベルなんだ、へえ。三栄ビルって四日市にあるよね。同じ三栄で。なんだ？あ、でも、この感じ、衝撃するんですよ。これは、さすがに、しかも普通列車し、オンリーですよね。多分、利用客数も、おそらく、見るにね、JR 四日市駅、恐れずに頼むと、言っていいんじゃないでしょうかね。あれ、駅前でも JR 四日市駅を探してねえかって思える方もいるかもしれませんけど、いやいやいや、あれですか、それ言ったらね、駅前の石油化学コンビナートの数、絶対四日市駅の方が多いですからね。あ、もう勝ちましたね、大丈夫だ。もうね、単勝ですね、大丈夫だ。よし、いやー、寝てきたら、まあ、来世、やぶ駅をね、無事、無理やり、やぶこともできましたからね。よし。何？鬼かも。どうしよう。あー、てか、バス、電車来た！古市駅が。あ、別に。これの後のやつでもいいのか。直接行けるみたいだけど。結構置いとくんな。